おい、起きて。起きた？これから移動教室なのに、ずっと眠ってるんだもん。本当は、もう少し眠らせてあげたかったんだけど、先生に怒られたら困っちゃうかなって思ったんだ。教室に誰もいないねって？みんな移動しちゃったから。そういえば、あなたとこうして二人きりになることって、あんまりないよね。アーサーなんてずっとべったりだし、正宗さんだって、レイ君だって、みんなあなたが大好きで、ずっとそばにいるでしょう。そんなことないよって？気づいていないのは、あなただけ。あなたをずっと見ていた俺が言うんだから、間違いないよ。あ、その、今のは、な、ごめん。もう隠せないよね。俺、あなたのことが好き、大好きです。最初は転校してきたあなたのことが心配で守りたいって思ってた。だけど、一緒にいるうちに一人の女の子として守りたいって、好きだなって思うようになっていったんだ。伝えたらもうあなたの笑顔が見られなくなるかもって考えたら、なかなか言い出せなくて。けど、あなたの笑顔が誰かのものになっちゃうくらいなら、今が壊れてもいい。ね。俺のものになって、俺と、付き合ってください。あ、チャイム、鳴っちゃった。移動しないと、だね。ねえ、答えは、放課後美術室で聞かせて。